なんか今直前に言ったね。直前に言ったって言ったけど、直後だねって言ったらまだ撮ってないけどとか言う。物騒じゃん。実際撮ってないもん。じゃあ今イライラしちゃった。なんで？この状態で話せない。めっちゃ機嫌が悪くなったもん。なんで？ガツくから。何にもしてないじゃん。だってなんかさ、もうちょっと前に言おうよ。なんで朝起きた時言うの？うん、いやむしろ、うん、もうあの乗ったら、うん、その覚悟で言ってくださいよ。あ、取られんなっていう。何それ、なんで私がそんな心構えしなきゃいけないの。今日なんかいつになんか機嫌が悪くなっちゃった。ねえ先生か、なんかちょっとあの好感度が下がるから。好感度気にしだした。好感度気にしだした。あの自由にやってたら、うん、みんなにいいですねって言われたら、だんだんこう欲が出てくるからね。調子乗ってくるから。硬くなっちゃうパターンで。そうわかる。やべえっつって、好感度が好感度に左右される。あのさ、スポーツとかでもさ、うん、あの無邪気にやってる頃はさ、うん、全然力入れてないからさ、意外とうまくいってたらさ、意識し始めるとさ、途端にね硬くなるよ。ビビってできなくなる。意識しちゃうんだよね。わかる。わかるって。わかってないと思う。私の気持ちなんてわからないわ。なんかそういうドラマがあった。はい、はい、で今日は、うん、あのこれからこれ映画館行くのもう何年ぶり？下手したら3年4年ぶり。何見た、ね、あ、それもさ前スペクターじゃなかった？いやーなんか見たね。だからスペクターじゃなかった。スペクターじゃなかった。だったっけな。うん、だってなんかモヤモヤした状態で見て結局内容わかんないなって。はい、まあ、今日は、メトレオン、サンフランシスコメトレオンの IMAX シアターにあの007のノータイムドゥトゥダイ、昨日あの何でノータイムトゥドゥダイな。じゃあ昨日ノータイムノーダイとか言ってて染める時間ないの。ノータイムトゥダイに、うん、見に行こうと思うんですよね。あ、ダイってそっか、死ぬか、死ぬの方ですね。ダイ、はい、私染色するダイ。そんなタイトルある映画の。DIE の方で。なんで染める時間もないっていうタイトルの007ある？そう、何 ?007 何屋さん？めちゃめちゃ。それ面白すぎんだけど。なんかそういうパロディ作ってほしいわ。実はなんか殺し屋じゃなくて染め物屋さんでした。で行くんですよこれから。ドリキンすごい今受けてハマったね今ね。なんかめっちゃハマってる。めっちゃ笑っててちょっといい、よかった。大きい目したよね。つぼったよ。つぼってね。みんな多分新人だと思う。みたいな。そう、ね、あの007シリーズ、あのダニエル・クレイグになった007シリーズは我々結構大好きだね。カジノロワイヤルすごい好きだからね。あれから一気にハマって、うん、全シリーズ見てますが、はい、なんかあの英語わかんないから、そうあんまり映画館で見るのやめようかねって言ってたんだけど、うん、なんかどうも今回 IMAX カメラっていうので撮影してて、うん、まあ、全部じゃないらしい、40分ぐらいらしいけど、うん、なんかカメラが あんまりなくて、うん、他の監督の方が、うん、キャリアの監督のある方が、うん、なんか優先度が高かったから、うん、ずっと借りれなかったらしくて、でもなんか40分ぐらいはそれで撮って、うん、それが IMAX で見ると、うん、めっちゃいいらしいのよ。だから、うん、まあサンフランシスコね、ガチの IMAX あるから、うん、ちょっとそれは英語わかんなくても映像的に見といて、またね、あの iTunes とかで出たら、うん、おさらいするでいいかっていうね。先週までは僕絶対行かないって言ってたよね。言ってた。なんかもうね、うん、英語問題。そう、英語問題で分かんないの見てもつまんないじゃんって言ってたんだけど、ね、急に心変わりしてるこの人と思って。いや、そのだって IMAX でしか見れないって言われたら一旦やっぱり見ておきたいっていうね。なんで今、サンフランシスコメトロに向かっております。はい。じゃーん。
メテルオンの駐車場来たんですけど、なんか結構駐車場車いっぱいです。ここ一番上の階だからそれでも空いてる方ですけど、なんか、ここ4階まで結構車いっぱいですね。鳩たちが見守る中、我々の目的地はこの AMC メタレオンです。うわー、このエリアめちゃくちゃ久しぶりに来ましたね。このまあ今はもう開催してないですけど、昔の WWDC でよく来ていたメトレオンウエストとか、ここら辺もう全然、一時期人っ気が全くなくなってましたが、じゃーん、あっつ、あれこっち、じゃーん、来た、 No time to die。 さあもうチケットは QR コードで買ってるんですけど、今一応携帯もう一回確認したんですけど、もう QR コードで買ってればここでチケット出す必要もなさそうですね。あれ、ロボットコーヒーがなくなって、うわ何これ、オンデマンドワークスペース、ここで仕事しろっていう、すごっ、なんか多分なんかやんないと入れないんですね。どうなってんの、すごいすごい、なんかもう電話ボックスみたいな、全スペースみたいなのがあります。そしてあのロボットコーヒーメーカーなくなって、ラーメンの自動販売機はありますね。妖怪ラーメン、ちょっと映画見る前に小腹を空かせたので、このボンちゃんチキン、これを買って軽くお腹を満たしておこうと思います。ボンチョンで、ボンチョン、ボンチョンです。大きいボンでもあー、そういえばこんなのあった、ゲーミングルーム、オープンハウス、なんかちょっとクラウドファンディング的な新しいものを遊べるっていう。あ、でもなんかここ人がいるからまだやってるんですね。なんか混み具合的にはめちゃくちゃちょうどよくてすごい心地いいですけどね。人も多すぎず少なすぎずみたいな感じ。ただちょっと商売的にはどうなんでしょう。これ今どうやって活用するのかなって考えたんですけど、確かにモスコーンとかでイベントがあってその後すぐ記事書かなきゃいけないみたいなライターの方とか、結構こういうのあったら便利かもしれないですね。すごい理にかなってる。じゃーん、ボンチョンチキン、ボンチョンチキンの、おー、コンボ6ピース。わ、これ結構ペロッといけそうな気がしてきました。チキン、コンボと、そしてジャンとボバティ。これ完璧すぎない？やばいです。じゃあちょっといただきます。うまっ。さあじゃあいよいよ映画に向かいたいと思います。めっちゃ楽しみだけど、一応ちょっと予習してきたんですけど、予習復習内容わかるかな。おー、このイエナブエナ公園もすごい久々に見ますね。やっぱり映画館の中で映画見てる間もずっとマスクは必須ですね。誰もいない映画館、ちょっと怖いですね。一応 IMAX には多分結構人が、わー全然ガラガラです。ここはリアル IMAX なんで、この縦長のスクリーンですね。いや終わりましたが、あのいろいろめっちゃ良かったんですけど、英語の問題とストーリーをちゃんと覚えてない問題といろいろあって、多分3割ぐらいしか楽しめなかったんで、やっぱり最初の予定通りもう一回きちんとあの日本語版出たら見直したいですが、でも映像とかすごかったんで、やっぱり IMAX で見に来て良かったです。じゃじゃーん、そして移動してきましたが、あでも行けんじゃない、結構混んでますね。並んでおります。最近何度かトライして入れなかったリッチテーブル、今日はここでご飯食べたいんですが、5時からオープンで
予約できなくても並ぶだけなんで、今ちょうど時間を A 型合わせてきたんですよね。これなら 1回目で入れそうなんで、結構完璧な時間配分かもしれません。一応今並んで、並ぶだけって言われて名前も書かずにただ並ぶだけなんですけど、この人数だったらいけるんじゃないですかね。2、1、2、3、4、5、6組目ぐらいです。危ない、ワクチンカード必須でした。今ちょっと事前に準備しておいてよかったです。さあ来ました、すぐ、今もうすぐ入れます。でも今実は後ろめっちゃ行列になってて、結構2分3分危うい感じでした。うわー、なんか僕らの階で、この僕らの直前が入れたんですけど、僕らはあの30分後らしいです。うわ、でもみんな完全にあと15分ずつぐらいで入れないみたいなんで、まあこれでも結構いい方ですね。なんかあのお店の前で待ってたらキャンセルが出たみたいで、テーブル入れてもらいました。じゃなかったら本当はあっちの向こうのバーじゃないと、あの予約なしで待つ人はあのバーだけだったみたいなんですけど、テーブル座れちゃってめっちゃラッキーです。なんかこの1人125ドルのこれがなんかもうあのコースみたいになってて、これ頼むとなんかこのメニューのほぼ 75% の料理はカバーされるらしいです。それかな、なんかこのテーブルナプキンを取ったらジャンと、なんと唇が出てきました。めっちゃおしゃれ。じゃーん、来た。結局アラカルトのなんかおすすめメニューにしたんで、オイスターとなんかいっぱい来ました。これで大体メニュー楽しめるらしいです。やば、匂いがもうやばいです。いただきます。このオイスター見てください、すごい。これ何ソースなんだろう。ストロベリーソースのかかったオイスター。いただきます。うまっ、うん、うまっ。あのちょっともう激うますぎて、一瞬でもう全部食べてて、アペタイザー最終一品です。やばい、これ味の味覚の神様います。これはあのダンプリングですね。なんかチャイニーズフュージョン的な感じですかね。これ激うますぎますよ。てかもう全部今のところハズレゼロ。さあちょっと一品料理に変わって、なんか僕はこれが来たんですけど、ネズミさんにはちょっと違うものが来ました。次の料理来ました。タルトと、これは何だろう、キャベツを巻いた、あ、キャベツなんだ、刺身かと思ったな。キャベツを巻いてないか、なかなかない。いただきます。とりあえずどれもこれも絶品すぎます。今度パスタが来ましたけど、これまたすごいっすね。僕のパスタとネズミさんのパスタでちょっとまた違います。これ何、あ、ポメグラネードだ。でこっちはフィグだからイチジクですね、イチジクのパスタ。最後はこれはステーキで、多分これは僕とお皿違うけど、僕とネズミさんも同じやつですね。これが、うわ、すごい匂いするステーキ。この器のメーカーが気になる今日この頃。知らないです。デカフコーヒーにデザート待ちです。最後デザート来ました。これミントチョコレートのアイスクリームと、これなんかシャーベットだよね、ブルーベリーシャーベット。やっぱコースいいですね、至れり尽くせり、全部入ってました。いやー、リッチテーブル素晴らしかったですが、意外と入れるかもしれないですね。なんか席は空いてそうに見えますが、いや、3度目の正直ぐらい、やっと入れてよかったです。わ、何気に隣の大トロ寿司もすごい並んでますね。ちょっとチェックだけしてきます。おー、すごいな。でもちゃんとなんか日本人の板前さんがやってる気がします。これまた気になりますね。
and I start to climb.